さあ、はい、ジェイコムからお届け、札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方をご紹介しております札幌ジーンズ館 .tv、 私案内人の福津京子です。そして今日のゲストはポスト館再生プロジェクト代表の吉村拓也さんです。はい、吉村拓也です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい。今日はね、最初にポスト館再生プロジェクトって何っていうのをちょっともう最初にご紹介しちゃってから、はい、おいおいそこに至る話に行きたいと思うんですけど、はい、どういうものでしょうか。ポスト館っていうのはですね、はい、旧石山郵便局っていう南区にあります、ね、南区にあります、はい。札幌南石でできた建物なんですけども、はい、これをまず今ちょっと使われてなくて空き家なので、うん、これをまあ使うようにして後世に残していこうっていうプロジェクト、はい、簡単に言うとそうなんです、はい、プロジェクト、あのクラウドファンディングもやっておりますので、これの後ほどまた詳しくご紹介していきたいと思います、はい。先生の名刺を拝見しますと、今は株式会社メディアグレス代表取締役って、はい、こちらではどんなことされて。ここはね、まあ編集の仕事ですね、まあ、やっぱり取材して、あの何か文章を書いたり写真を撮ったり、はい、ウェブを作ったり、うんうん、まあ、やっぱり相変わらず情報発信してますどうしてそういうことをするようになったのっていうあたりをね、今日も3つのキーワードで伺っていきたいと思います。今日はこちらになります。じゃん、じゃん。これは革命が起こると思った、メディアを作る癖がある、 Everything is editable。 はい、今日この3つのキーワードで伺ってまいります。よろしくお願いします、はい、します。あの吉村先生のプロフィールをですね、最初にざっとご紹介していきたいと思うんですけど、ご出身が埼玉、はい、埼玉、慶応大学を出て、その後朝日新聞の、記者&カメラマンということで、はい、活躍されていらっしゃいまして、そしてミズーリに行かれた、はい、大学院に、うん、大学院にジャーナリズムを勉強しに、あ、そうですか。社内の留学制度があって、制度じゃない、社内のちょっとあの休職してですね、はい、あの会社に頼み込んで行かせてもらったっていうのがあったんですよ、あ、仕事で行ったんじゃなくて勉強しに行ったんですね。そう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 、あ、うん、なるほど、うん。ミズーリでどんなことを勉強した、まあ、あのフォトジャーナリズム、写真ジャーナリズムを勉強しに行ったんですけど、はい、あのちょうど1990年代の初め頃でですね、はい、そこであのインターネットと写真 の、うん、あのデジタル化っていうのにね、はい、出会っちゃったんですよね。もう一番走りの頃に、いや本当です、ドンピシャど真ん中に行っちゃった、もうその波をね、もろにかぶっちゃったわけ、うん、あ、衝撃的でした。それが1990年、ちょっと、うん、頭の頃ですね。うーん、それでちょっとあの非常にショックを受けてね、はい、あの革命が起こると思ったのが、革命が起こると思った、うん、そのことなんです。どういうことですか、どんな革命。要するに、まあ、ずっとそれまでも、まあ、メディアにいたんですけども、うんうん、あのネットができて、うん、ワールドワイドウェブというものがね、うん、できて、今の、はい、今の要するにホームページの、はい、あれを最初に見て、あ、これはあまずいなと思ったんですよね。まずいな、まずいなっていうのは、うん、これでメディア産業は大変なことになるなと思いますね、うん、なぜかっていうと、やっぱりこのもう個人がね、うん、自由に情報を発信できるように、あ、これでもうなってしまったなということなんですよ。あ、なるほど。そう、あのウェブで誰でも手軽に情報発信できるなっていうこと で、 うん、で実際にその後にですね、阪神淡路大震災が起こった。うーん、でその時に日本の、うん、状況の写真が一番早かったのは、神戸大学のウェブサイトだったんです、うん、そうですか。でこれでもう、あ、これこうなるんですっていう、こうなるんだなというふうに思ったわけですよ、うん、でまあ新聞社にいたんで、うん、あの撮ったものをどうやって早く人に伝えるかっていうのはね、うん、まあ、あのそれがまあ仕事みたいなところもあったんですけども、はい、あ、これでもうあの全ての人がそれができるんだなというふうになる世の中が来るから、うん、そうなったらメディアの役割ってどうなるのかなと思ったんです。あ、で、まあ、まずもう実際にやっぱりそうなったわけで、うんうんうん、でまあ革命なんですよこれ、まあ本当に時代背景、今としてはね、うん、当たり前のお話になってしまいましたけれども、うん、当時1990年代最初の頃って言ったら、うん、まだまだ日本では何だろう、その写真を印刷するって言ったって、うんうん、プロのもう限られた人、うん、勉強した人しかできないような技術だったし、うん、それを持って本当に新聞なり雑誌なりで見て、その紙を手にして初めて情報を得るっていうか、うん、
そうですね、もんでしたよね、うん、もんでした、うん、でそれしかね、人に伝える方法がなかったんだけど、はい、まあ、なんか伝えたかったらもう本当になんかその辺でねビラ配るとかね、ああそういう時代ですよ、はい、でそこにネットというものが出てきて、うん、で写真がデジタル、同時に写真がデジタル化されて、先生でも写真ずっとプロで撮ってたからなんかデジタルに抵抗なかったですか？そんなことない？いや、ない、ないですね、ない、これは楽でいいと思いました、ね、はい、で実際楽なんですけど、うん、まあね、フォトショップっていうのがもうその頃にやっと出て、はい、編集のソフトですフォトショップね、はい、うん、今はねもう写真の修正とかなんとかフォトショップなしでは成り立たないんだけど、うん、はい、当時私がいた頃に初めてそれが出てきて、うん、フォトショップの 1.0 っていう 1.0、 へえ、うん、一番最初のやつが出てきて、それで要するにパソコンの画面上に写真が現れるってこと自体がもうすごいことだったんですね、うん、でそれが最初は白黒で、うん、でそれがグレースケールって言ってグレーが出るようになって、はい、それでまたびっくり、でそれで次はカラーが出るようになってまたびっくり、はい、紙を作る時にはそれ仕上がってくるまでカメラマンの立場から言うともうどういうふうに出来上がってくるのかが全然分かんなかった当時はね、分かんなかったからそれが嫌だったんですよね、うん、はい、で自分で撮ったものは最後まで自分でね、うん、面倒見たい、こういうふうに見せたい、この色で出したい、こういうふうに切りたいっていうのがあった、うん、だけどそれはもう全てお任せな、うん、で、うん、そこもまたすごいことで、このデジタルができたら、うん、当時の私の実は留学してたんですけども、はい、まあ、そこの同級生たちが自分でレイアウトしたかっこいいページをねこう作ってるんですよ、うん、でそれがもうね羨ましくて羨ましくてしょうがなかったんですよ、これは絶対俺はやりたいと、でそこから本当はその写真ジャーナリズムっていうのを勉強しに行ったんだけども、はい、そっちのそのまあ編集っていうかデジタルの方にそこでグググッとこう触れていったという、はい、まあ、運命の分かれ道でしたね。そうなんです、でこの衝撃をですね日本で生かしていくことになります。では2つ目のキーワードで伺ってまいります。2つ目こちらになります。じゃーん、じゃん、メディアを作る癖がある、はい、ということで、まあ、いろいろなお道具が増えてきたらそれを駆使してですよそうそうそう、いろんなことをこうやりたくなってくると思うんですけど、うん、振り返れば本当に僕は次々これ癖なんだよとおっしゃる、はい、さっき言うの忘れたけど、うん、本当は小学生の頃にもやってた。あ、本当ですか、うん、小学校の時は何からノートに、はい、なんか新聞を作っていた。へー、それ友達に見せたりして。本当、うん、好きだったんです ね、 やっぱりね、なんかそういう好きだったんだ ね、 ね、うん、それで、うん、次は、うん、会社にいて、はい、私埼玉出身で埼玉に住んでたんですけども、はい、そこでちょっと学校に関する、うん、地域のミニコミみたいなのを作ってました。埼玉時代は、はい、地域のミニコミを作って、ワープロで切り張りして切り張りして、まあでも基本ですよね、編集の基本です。切り張りして、うん、切り張りしてこう切って、うん、貼って、はい、コピーして、うん、で冊子にして、はい、やってました。それで水売り時代は、はい、当時ネットとかないですから、はい、日本のニュースとかは知れないんですよ。あ、でそういったものを在留日本人、うん、まあ、ちっちゃいコミュニティだけどね、はい、なんか少しいるわけ、うんうんうん、留学生もいるし、はい、でそういう人のために水売りの日本語のフリーペーパーを作った、うんうん、その時はもう DTP でした。パソコンでできました。あ、なるほど。で自分で覚えたものをそこで実践して、うん、レイアウト自分で作って、はい、あ、これはやっぱ楽しいなっていう感じですねミズーリの後にちょっとニュージャージーっていうところに行ったんですけども、あ、そうですか、はい、まあ、そのアメリカというところで暮らすのはもうやめて日本に戻ろうと思ってね、うん、2つ候補があった。1つは長野、1つは札幌、うん、で見に来た、実際に、はい、2つ行ったんですよ、うん、どっちがいいかなと、うんうん、札幌が圧勝しました、うん、圧勝だったんですってなんで札幌のそのちょうど5月だったんですよ。ああ、はい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 、もうね季節が良くてね、で、まあ、運が悪くというか、うん、長野には運が悪く、うん、ちょうどね行った時が結構暑かったんです。あ、暑いの嫌い、はい、そうですか、はい、それでもう札幌が気持ちよくて、うん、まあ、なんて言いますかね、5月の札幌に騙されて、うんうん、そう、まあ、もう見事にね
良かったです騙されてね。で札幌に来て、でいろいろ、まあ、これまでのこういうスキルがありますのでいろいろご縁があって、お仕事をするようになって、私が出会った時にはもう東海大学の先生をされていて、そうですね、ね、はい、それでも今先生先生呼んじゃうんですけど、その大学時代にもやっぱりこうメディア作りました。作りましたね。癖ありますからね、先生。そうなんです。どうしてもこれが、そういうふうになっちゃうんですけれども、まずは福津さんと一緒に、札幌で、シビックメディアっていうね NPO を立ち上げて、そうですね、それで、札幌市のウェブサイトのお手伝いとかね、ようこそ札幌、ようこそ札幌とか、だからその市民ジャーナリズムとか、そうですね、シビックメディアとか、そういう言葉が本当に20年ぐらい前ですよね、出始めて、そうだね、でそういうのを作りましょうということで、私はそのコミュニティ FM でラジオをやってたんですけど、ラジオとその NPO 二足のわらじで、そこで初めて動画の撮影編集を覚えたので、私あれがなかったら札幌人図鑑本当になかったと思います。先生ありがとうございます今日の私がありますのもあの時の活動が本当に、ね、基礎になってる、まあ、全くね、だから福津さんが今こういうことをやれてるっていうのもこれはやっぱ革命なんですよ。あ、そうですよね、はいはい、これがなかったらねできてないです。うん、一人でやってるわけだからね、はい、こんなことね、はい、20年前は思いもつかないでしょいや本当そうですよね、だから革命なんですよ。なんか本当に私もこの話を聞くと身をもって本当にそう思いますね、でその札幌市民がね自分たちの町のことを自分たちで伝えるっていうことで、一緒にねシビックメディアを作ってやったんですよ、はい、それができるから、ネットを使えば、その後に、今度は学生とやっぱりやりたくなっちゃったわけだね、はい、あの癖がありますから、ね、メディア作りました。で南区なんで、まあ、私南区その スタイルが好きでね、そこで学生と一緒に SAN っていう地域紙を作りました、はい、もう随分取材に行ったんでご覧の方でね、あ、うちにも来たわ取材っていう人もたくさん見てらっしゃる、はいはい、そうですね、南区ぐるぐるいろんなところに訪ねていきましたんで、まあ、学生が実際に街に出て取材をして、まあ、文章を書いたり写真を撮ったり、ね、ということをねやって、学生もどんどんレベル上がってきましたからね。上がってきましたね。それで実はこれ私退職した後も引き継ぐ方がいて、今も実は続いてます。そうです、今も続いております。そういうところを経て今どういうことをされているのかというあたりを3つ目のキーワードで伺ってまいります。3つ目こちらになります。じゃーん、Everything is editable、はい、ということで、まあ、ここでやっと出てくるわけですよ。ポスト館再生プロジェクト、はい、南区愛が止まらない、はい、止まらないんだなこれはね。まあ、南区にねこういうポスト館っていう建物がわかるかな、こんな、はい、あるんですけど、はい、これ札幌南石ね、この間北海道遺産に指定された札幌南石でできている、はい、ありがとうございます。昭和15年に建てられた建物なんですが、これ今空き家なんですけど、これを、まあ、南区石山にあるね、まあ、その札幌南石っていうものを一つその観光のねキーワードにしたいなと思ってます。で実は南区を、まあ、ちょっとした観光地にねしたいなという、はい、まあ、南区を夢が観光地に、うん、まあ、定山渓ぐらいしか思いつかないそうですね、はい、芸術の森とかね、そうね、うん、だけどそれだけじゃなくていろいろないいものがあってね、はい、やっぱり今までの観光地とちょっと違った、うん、売り方っていうんですかね、そういうのを提示したいなと思ってるんですよ、スローな、スローな、はい、南区らしい高層タワーマンションバンバンじゃない、じゃないオリンピックの歴史も残る、うん、そう、南石の歴史もあるし、ゲーモリもあるしね、はい、緑地もあるしね、なんかいろいろ果樹園もあるし、ね、果樹園もあるし、ピリカコタンもあるし、はい、エドウィンダンもあるし、八犬山も小金湯もあるし、はい、もういっぱいある、いっぱいあるキーワード、南区のキーワードいっぱいあります、まだまだあるんでしょう、はい、ちょっとね、でそういうのをね、まあ、このエリアとしてね、楽しめるリゾート、プチリゾートとか、プチリゾート普段使いのリゾートとかって言ってるんですけども、なるほど札幌市民がこの、さあリゾート行くぞっていう、そのみんな荷物詰めて出かけようっていうんじゃなくて、ちょろっと来てね、ちょっといい時間過ごして美味しいもの食べて、いいものに触れて帰っていくようなものにしたいですね、
というのは本当にもう象徴的なものとしてなれるといいですよね、ポスト館がね。そうですね。でそこの情報を発信するっていうこともポスト館の役割じゃないかなと思っているんです。これポスト館ってもともと何だったんでしたっけ。郵便局ですね。郵便局だからポスト館。旧石山郵便局です。はい、昭和49年まで郵便局だったんです。ポスト館の前の道路が拡幅されて、はい、その時に引き屋されて保存されたんです。だからますます保存しなきゃいけないなっていうのがあるんですけども、今誰が管理されてるんですか。今は個人です。個人所有で、個人所有の方に全部その費用がかかっちゃってるので、税金とか火災保険とか、ね、火災保険とか、でそれをちょっとなかなかその残してくれ残してくれってみんな言うんですけども、じゃあどうやったら残せるのかなっていうふうに考えた時に、じゃあポスト館プロジェクトっていうのをちょっと再生プロジェクトを立ち上げて、そのためにはここで何かお金を生み出す仕組みをねやっぱり作んなきゃいけない。なるほど。ということで中に、はい、近くでやってらっしゃるカフェの方とね、カフェとかね、あと軟石屋さんっていう、はい、まあ、図鑑にも出た軟石屋さんの、売店を入れて、南区の財産ですね。南区の財産だと思います。軟石の名前とかね、その美味しいものっていうのをこう、石山南区から出ているものを発信してくれてるわけで、それはもうますます頑張ってもらいたいなと思うわけですよ。南区は今高齢化がものすごいんですけど、やっぱりその大変だ大変だって言ってるだけじゃ何も始まりませんので、やっぱりこういう動きを作って、もう若いお二人にね、ますます頑張ってもらえればなと。なるほど。そうすると南区もリゾートになっていくんじゃないですか。はい、普段使いのプチリゾートにと、いうことなんです、本当に。でもこれがね、札幌市内もいろんな古い建物を残したいところとかがあるから、モデルケースになれるかもしれませんね。そうですね。で、まあ、Everything is Editable っていうのはね、全ては編集なのだっていうことなんですよ。はい、先生の名刺に書いてあります、この言葉がね。はい、そうなんです。まあ、一応私キャッチコピーとしてキャッチコピー使ってるんだけど、私も3つ目に使わせていただきましたけど、ついにね、これまで紙やったでしょ、まあ、ウェブやったでしょ、でついにねリアルなものに、編集対象がだんだんとこうなるほど、移ってきたというか、やっぱりいろんなものが編集可能だというふうに思ってるわけですよ。で編集っていうのは一種のなんかこう、マジックみたいなもんでね、単独でそれなりにいいものもあるんですけども、それだけだとこうその良さを発揮できていない、というようなものの組み合わせを変えることによって、あるいは雰囲気をね、変えることによって、あるいは違うものと結びつけることによって、ますますそれぞれが輝く、1たす1たす1が10にもなるっていうような、ものが編集だと思ってるんですよ。でバラバラにあるようなものの中でも一つ何か貫くね、ストーリーをそこに、見つける、そういうことをが編集だと。いや久しぶりに吉村武士を聞きました心洗われる話を元に戻るとね、この時に、そのアメリカでその当時の同級生たちが、その写真を自分で撮った写真をレイアウトしてすごくいいものを作ってる、でなんでこの写真こんなにいいんだろう、こいつこんなに写真うまかったっけと思ったんだけど、そうでもないんですよ実はあ、編集がうまい、編集がうまいんです、切り取り方が、切り取り方がうまいし、その、ディスプレイというか、やっぱり物語があると頭に入りやすい、そこにちゃんとこう見えるんですね、でそれが非常に、やっぱり原体験として、残っているのかなという気がしますね。やっぱり感動につながる部分ですもんね。そうなんですね。でやっぱりそこがこうなんか人の心をね、こう動かすというか、人に伝わる、一つの重要なものじゃないかなと、そういうお手伝いができればいいなと。今そんなわけで南区がすごくこうたくさんの方たちがもう巻き込んだ形で、新しい動きができつつあります。ぜひ皆さんもその目撃者にということで、今クラウドファンディングをされていらっしゃるので、ちょうど今期間中なんです、そうです、はい、クラウドファンディングは12月21日までということで、ここに書かれてポスト館再生プロジェクト、これで検索していただきたいと思うんですけれども、いろんなリターンもご用意してね、一緒に南区を盛り上げていきたいと思います。盛り上げていきましょう。ということで今日のゲストはポスト館再生プロジェクト代表の吉村拓也さんでした。ありがとうございました。さよなら。